こんばんは、ソムリエなゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回は絶対知っておいてほしいワインのマナーについてお話ししていきます。なんとなくワインってマナーを知らずに飲んだらいけない気がするって思いませんか？実際私の知り合いにもレストランでワインの頼み方がわからなくて恥ずかしい思いをしたという方もいます。またワインのマナーって聞くとなんだか難しそうとかハードル高そう、めんどくさそうって思いませんか？でも大丈夫です。マナーといってもシンプルですし、ワインもソムリエも怖くありません。ということで、ワインを飲んでみたいけどなんだか難しそうと感じているあなたのために、もっと気楽に気軽にワインを楽しめるようになるワインのマナーについてお伝えしていきます。以前の動画でもワインのマナーについてお話ししてるんですが、それをおさらいしつつレストランでのちょっとした振る舞いについてもお話ししたいと思います。動画の流れとしては、まず以前お話ししたワインのマナーについて簡単におさらい、それからレストランやワインバーでのワインのマナーを解説、最後に大事なポイントをおさらいしたいと思います。ワインって難しそうと思っている方、ワインのマナーを知ってかっこよく飲みたいと思っている方にぜひご参考にしていただけると嬉しいです。この動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではやっていきましょう。それではまずは以前も取り上げたワインのマナーについておさらいしていきましょう。インターネットでワインのマナーと検索すると、まずこの3つが出てくると思います。乾杯はアイコンタクトだけにしましょう。ワインは男性が注ぎましょう。グラスはここを持つのが正解ですっていう話ですね。この3つは私個人の意見としてはあんまり気にしなくていいことだと思うんです。乾杯に関しては豪快にガチャーンってやると割れる可能性があるので確かに危ないんですが、そっとグラスを合わせる程度なら全く問題ないと思います。乾杯云々よりも物を大切に扱うというのが大事なマナーですよね。また男性が注ぐというのは、これはレディーファーストが基本の海外ではマナーというより文化としてそう行われているんですね。かしこまった食事の場ではワインを注ぐのは全部ソムリエさんにお任せしちゃえばいいですし、気軽な食事でしたら男性が女性がっていうのはそんなに気にしなくても大丈夫です。私も実際男性と食事をするとき私がついだりしますし、得意な人がやればいいと思います。最後、グラスのどこを持つのか問題なんですが、これにはいろんな意見があります。ステムを持つかボール部分を持つか、これに関しては私はどちらも正解だし、どっちが間違いっていうのはないと思います。ご自分の持ちやすい方で持ってください。ちなみに私の場合はボール部分を持って指紋が残ってしまうとちょっと見た目が綺麗じゃないので、ステムを持つようにしています。このように3本の指で持つと見た目もエレガントです。これ以外にもワインの悪口を話題にしない、高級ワインの話題を大声でしないとか、香水は控えめにねとか、女性の場合お食事前に口紅はさっと落とすとエレガントですよっていう話をしてきました。詳しくは以前の動画をご覧ください。それではお次はレストランやワインバーでのワインのマナーについてお伝えしていきましょう。さて、レストランでのワインのマナーについては私の公式 LINE にいただいたご質問から、今回はよくある質問5つにお答えしていきます。ぜひレストランやバーに行くときに実践していただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。ではまず質問1から。フランス料理屋さんに行くと最初の1杯目にシャンパンを勧められるけど、ビールを頼んだりしてもいいの？もちろん大丈夫です。最初の1杯目はやっぱりビールがいいっていう方はたくさんいらっしゃいます。お店によってはビールがメニューに書いてないかもしれないんですが、ソムリエさんにビールはありますかって聞いちゃって OK です。これで恥ずかしいなとかマナー違反かしらって気にすることは全くありません。次に質問2ですね。1杯目から赤ワインを頼んじゃダメ？これも全然 OK です。一般的にレストランでフルコースをいただくときは最初は冷たい前菜など軽いものが出てきます。だいたいそういうものにはスパークリングワインとか白ワインをおすすめされるかと思いますが、もし赤ワインが好きで前菜に赤ワインを合わせるのもお好きでしたら全く問題ありません。飲みたいものを飲みましょう。質問3、ワインを注いでもらうとき手はどこに置いておけばいいの？次、注いでもらう時ですが、この時は膝の上でもいいですし、グラスのプレート部分にそっと添えておくでも OK です。普通に食事をしたままでも大丈夫ですが、お話に夢中になって注いでる人にぶつからないように気をつけましょう。NG というかちょっと危ないのは、ビールをお酌されている時のようにグラスを持ち上げることです。ソムリエさんがグラスめがけて注ぎ始める時にグラスを持ち上げてしまうと手元が狂ってこぼしてしまったり、服にかかってしまうこともあるので要注意です。実は私もこれで実際お客様にかけちゃったことがあって、その時はもう全力で謝りました。
では質問4ですね。グラスワインは全部飲み切らないと次のワインを頼んじゃいけないの？飲み切る前でも次のワインを頼んでも大丈夫です。1杯目と2杯目交互に飲んでも何の問題もありません。またボトルワインを頼んでいる時も追加でグラスワインを頼んでももちろん OK です。白ワインを1本頼んでメインのお肉の時に赤をグラス1杯頼むっていうのも私もよくやります。これも自由に楽しみましょう。最後質問5、ペアリングコースを頼んだ時まだ前のワインが残っているのに次のが出てきた、どうすればいい？こちらも交互に飲んじゃっても全く問題ありません。複数のグラスを並べていても大丈夫です。ペアリングコースの場合足りなければおかわりもできますし、逆にちょっと多いなって感じたら少なめに注いでくださいってお願いすれば OK です。ペアリングコースだと料理に合わせてお酒もこのようにどんどん出てくるので、いつもよりちょっと早いペースで飲み進めてしまいがちなんですが、ゆっくり自分のペースで楽しみましょう。いかがでしょう？レストランでワインを注文するハードルが1センチでも下がりましたでしょうか？これをきっかけにレストランでワイン飲みたいなって思っていただけるととっても嬉しいです。今回はワインのマナーについてやってきましたが、ワインのイメージちょっとでも変わりましたでしょうか？最後にこれだけは絶対覚えておいてほしいっていうワインのマナーを一緒に振り返っていきましょう。まず乾杯はアイコンタクトだけじゃなくてもグラスを軽く触れさせる程度なら OK です。グラスは大切に扱いましょう。次にワインを注ぐのは男性でも女性でも気にしなくて大丈夫です。得意な人がやればいいんです。3つ目、グラスのどこを持つか問題もそこまで気にしなくて大丈夫です。ご自身が持ちやすく安全な持ち方が一番です。4つ目、ワインの悪口を話題にしない、高級ワインの話を大声でしない、これめちゃくちゃ大事です。話している側はそんな気がなくても聞いている人にマウント発言だなとか、あ、自慢話されてるなっていう気分にさせてしまいます。特に苦手なワインがあったら自分の中に留めておきましょう。最後は香水は控えめに、女性の場合口紅はお食事前にさっと落としましょう。どちらも絶対つけちゃダメっていうわけではないんですが、強い香りは周りに迷惑になっちゃいます。また飲んだ後ベタッと口紅の跡がついてるのはあんまりエレガントではありません。マナーとはみんなが気持ちよく食事をするためのものです。自分だけでなく一緒に食事をしている人や周りの人に対してもほんの少し気をつけるだけでみんながハッピーな時間を過ごせます。ぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。私の公式 LINE では今更聞けない系の質問やほんのちょっとした疑問でも大歓迎なので、ぜひ友達登録してメッセージを寄せください。いかがでしたか？このチャンネルではおうちワインがもっと楽しくなるポイントなどを発信しています。ためになった、飲んでみたいと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ご質問やリクエストなどありましたらコメント欄までお寄せください。また私の公式 LINE では今日ニンニクたっぷりの油そば食べるんだけどどんなワインが合うかなとか、お友達のうちに持っていくのにおすすめあるなどなど、ワインに関するお悩みや疑問を24時間受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ概要欄のリンクから友達登録お願いいたします。また美味しいワインが飲みたい、全部プロにお任せしたいという方は、私がお一人お一人に合ったワインをお届けするヴァンビヴァンというオンラインワインショップも運営しておりますので、ぜひチェックしてみてください。こういう時はどうすればいいのというご質問のある方はぜひコメントをお待ちしております。コメントいただけたらペアリングコースでボーノボーノ言って喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。ボーノボーノ。それからレストラン、男性が女性がっていうのはあまり気なレストランでレストランでワインを注文するハードルが1センチもレストランでワインをつるもうやだ。まず乾杯はアイコンタクトじゃワインに関する疑問ワインに関するお悩みや疑問